中鉢義春は日本の実業家。学位は工学博士。国立研究開発法人産業技術総合、研究所最高顧問、ゆうちょ銀行取締役。ソニー株式会社執行役副社長兼 COO、同取締役、代表執行役社長兼エレクトロニクス CEO、同取締役、代表執行役副会長。 国立研究開発法人産業技術総合、研究処理事長、社団法人日本経済団体連合会、評議委員会副議長、産業技術委員会共同委員長などを歴任した。1947年、宮城県玉津区郡鳴子町にて生まれた。宮城県仙台第二高等学校を卒業。小野寺忠氏は、高校の理系クラスの同級生。高校卒業後は、 東北大学工学部へ進学。同大学大学院工学研究科博士課程で、下・飯坂純造の指導を受け、1976年、水ベース自生流体の作成並びにその特性に関する研究で、工学博士の学位を取得。1977年、大学院修了とともに、ソニーに入社した。 ソニーマグネティックプロダクツインクオブアメリカへの赴任を経て、記録メディア事業本部ビデオテープ事業部長、レコーディングメディアエナジーカンパニーバイスプレジデント、コアテクノロジーネットワークカンパニーシニアバイスプレジデントなどを務めた。1999年、執行役員に就任した。以降、コアテクノロジーネットワークカンパニーや、 マイクロシステムズネットワークカンパニーの NC プレジデントを務めた。また、常務や常席常務を経て副社長兼最高執行責任者に就いた。2005年には取締役となり代表執行役として社長に就任した。2009年、取締役とともに代表執行役副会長を務めており、製品安全、品質や環境などを所管していた。また、 日本経済団体連合会では評議委員会の副議長と産業技術委員会の共同委員長を兼任している。2010年1月、総合科学技術会議議員に就任。2011年4月、東日本大震災復興構想会議員に就任。2013年4月、独立行政法人産業技術総合研究所理事長に就任。 2018年5月、国立大学法人一橋大学社会科学の発展を考える円卓会議委員。2009年2億1304万円の役員報酬を受けた。2010年6月、役員報酬額が約2億1500万円であることが公開された。2012年の役員報酬は1億9400万円。ありがとうございます。